はい、ということで皆さん、今回はですね 3D 運転教室をやろうと思うんですけども、なんかですねコメントでですね、あのトラックの上に乗れるよっていうですねコメントがありましてですね、で私はそれをやろうと今回は思います。ちょっとですね顔が今回おかしくなってるので、喋り方もおかしくなっております。なぜこんな顔になってるのですかと、僕の方からもですね言いたいんですけども、いつもはですねこの人口つむてるんですけど、今回はですねなんと歯が見えております。これしかも見てください、前髪もなんか変です。これはですねちょっと正直びっくりしました。いつもですねこういう感じなんですけども、はい、まあそういうわけでですね、まあ、トラックの上になんかね飛んで乗れるんじゃないかという話があるみたいなので、ちょっと今回はですねそれをやっていこうかなと思います。まあ、まずはですねちょっとトラックでっかいトラックを見つけて、でですねまあ、人間の状態で乗れたらいいなとかも思うんですけど、それは無理なんかもしれないですけどね。とりあえずここら辺はですね、車通りも多いのですぐに見つかりました。これですね、あーでもこれ高いな、ちょっと一回ちょっと前に止めて、ちょっと待ってこれは高いぞ。こちらですね、すごいねこれ、ベンツのトラックで後ろがこういうなんかコンクリートタイプ、これに乗るわけね。これ乗れます？ちょっとねちょっとこれは難しそうですけども、このブガッティ、ボライドに乗って、あーっと行き過ぎた、ブガッティボライドに乗って、よしよしよし、そしてこっからおりゃ、あーダメですね。まあこれですよこれ、ちょっとこれに乗ってみたみたいな、ちょっとサムネはですね、さあちょっとですねやってみたいと思います。これはでも難しそうですけど、乗れたらすっぽり収まりそうですね、そんな気はしますよ。さあ行くぞ、ちょっとトラックが出発してしまいました。あでもあなるほどね、高さ的には全然いけそうですね。しかも今赤信号で止まってるんで、チャンスチャンス、うわっとなるほど、こけてしまったら終わり、こけてしまったら終わり、これはね後ろから行かないとダメですね、多分これはこけてしまったら終わりなので、後ろからまっすぐ、突き刺すように入らないといけなさそうですね。あでもこれは難しいぞ、いやむずい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 、いや待って待って、これは激ムズよ普通に。ちょっと待てよ、これスポーツモードやめた方がいいかもしれないですね、とりあえず。でああいう風に前にですね車があれば、それがですねいい感じに、いやこれ、いや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 難しい難しいですねこれは。ただでもこんだけ当たっても走り続けてくれるんで、これは実際にあの荷台の中に乗ることができれば、まあそのまんまですね、まあ、運転できるんじゃないかなというところもありますけども、こかしてしまいました。まああーすごい、立ち上がった。どうやって立ち上がったか今映ってなかったんですけども、ですねやばい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 、おーっと、まずはちょっと普通の車に乗ってみたいですけどね、普通の車の上にまあ乗ってみて走れるんかどうかっていうのもちょっと気になりますね。うれちょっとまずは普通の車の上に乗ってみましょうか。これ高さ的にはですね全然問題ないと思うんで、
あ、しかも今ちょうど赤信号で止まりました。さあこれで、あ、そうか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 、ブレーキが効かない。 OK、 どうどう、いやそれにしても変な車の上に乗っちゃったな。何ですかねこれ、プジョーかな。お、青鳴りました。さあ、おーおーおー、すごい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 、なんかめっちゃ重たそうやけど進んでますね。めっちゃ重たそう。ちょっと待って、これはガチで重たそうですね。めっちゃゆっくりになってます。めっちゃゆっくりです。止まった。やばいこれ。しかも見てください、前に警察いてますからね、注意しろよっていう話なんですけど。あーでもちゃんと進んでいきます。これは面白いですね。うわー、これは面白い。いやしかもこれちょっとまあ自動運転みたいな感じになってるんで、まあこのアングルもですね結構楽しめるわけなんですよ。これはね多分ね、もう多分フェンダーと、ああちょっとなんか煙で、おーっと傾いておりますか。あー傾いて傾、あーあーか傾いたまま、傾いたままどうなる。あーっと抜けました。なるほど、こうなるわけですね。あーほら全然スピードが違います。さあということなので、まあもう一回ちょっとね、はい、頑張っていきましょう。まあもうちょっと平べったい、あの大きい車に乗れば落ちずにですね、もっと、乗れそうな気もしますけど。あ、出てきました。これ乗るのが難しいな。これだからこういう風に、いや待てよ、いやこれ難しいよ、これは難しいね。深さがやっぱり足らないんで、でもトラックはこれしかないと思うんですよね。まあ、この中に乗ってしまうだけでも人間の状態で面白いかなと思うんですけど、まあ、じゃあですね、ちょっとこのトラックを倒して、でその荷台の中に入ったまんま起き上がりながら、まあ、中に入っちゃうというような技はできないでしょうか。いやでもこれ結構起き上がりこぼしみたいに起きてくるんで、意外とそのやり方の方がいいんかもしれないですね。横から入っていく。ちょっと止まってますね。これは信号か、信号で止まってるのか、もうプログラム的に止まっちゃったん。あ、ちょっとでもハザード焚いてますね。これは怪しいぞ。わっと、えっけっ、オッケー、おこれどうなる。あ、なるほど、あーなるほど、あーなるほどなるほど、これこうバックしながら、バックとかないんか。ですね、じゃあこのまま状態で降りて、わーっと、あー、いやこれ難しいね。普通にこかして、いやどうしましょうか。結構むちゃくちゃなリクエストやったんじゃないですか。こういう感じで、こういう感じでいけるから、この状態で回っていくとか、あーあー、いけそういけそう、いや無理。いや無理よ、全然いけそうではなかったですね。こうやってこう壁をうまく使いながらですね、こう入っていけたら、あーあー惜しい。ちょっとこうやったら上がっていくね。あ、いけたいけた、止まれ止まれ、あー惜しい、今のめっちゃ惜しい。あ、でもちょっとコツ分かりましたね今。あー落ちる落ちる、あー、いけた、いけたんじゃないこれ。いけましたね、とりあえずは。
とりあえずいけたでしょ、これ。ちょ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 。いけたいけたいけた。とりあえずいけてます。ただですね、ただちょっとトラック自体がちょっとだいぶ変なところ寄ってるんで、これがちゃんと道に、道路に復帰してくれるのかどうかというところなんですけども、まあ、もうちょっとですね、綺麗に置きたいなっていうところはありますけどね。ちょっと頑張ってみる。あ、ちょっとまあいけますね。あ、いけるいけるいける。オッケー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 。ちょっとまあ前後ろは逆になっちゃいましたけど、ただまあちょっと木とかあるんで、できる限り中に入れたいなって思いますよ。まあまあまあいいんじゃないでしょうか。これでこれでいこうこれでいこう。ああ、いいねいいね。どうですかこれ。ああ、ちょっとこの、ああ、ちょっと分かりづらい。ちょっとね、あ、ああ、ああ、ちょっと、やめて、やめて、やめて。ちょっと待って、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、綺麗にまっすぐ。ただですね、これ多分当たり判定、あーっと、ちょっと動いてる、ちょっと、ああ、来い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 。これどこまで、どこまでこの感じでいくの？やってみるか。おお、ちょっと動いてない？大丈夫？怖いわ、怖いわ。あ、でも結構ですね。あー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 、なにそれなにそれなにそれ。ええー、ちょっと待ってちょっと待って、あ、ちょ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 待って、ちょ待って、めっちゃ暴走しだした。ちょ待って、ちょ待って、ちょ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 待って、おい、トラック暴走すんな。おい、待て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 、トラックが暴走してる。びっくりした今。ちょっと待って、逆か、ハンドル逆っすね。やな、今の焦ったよ。なんで、めっちゃびっくりした今の。いきなりトラックなんかもう飛んでましたよね今。ちょっとこういう視点やったんで分かりにくかったですけど、絶対もう飛んでた感じですよね。このまんま建物沿いにですね軌道なってなかったらいいんですけどね。まあそれから道路を出た瞬間にまたトラック消えちゃうとか、ちょっとそういうのならへんかなっていうのが怖いところですけども、なんとかね、もうちょいや、もうちょい、もうちょい、もうちょい、どういくんやろなこれ。でも怖いですよね。あーっと、あー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 、嘘でしょ、いきなりめっちゃ、おお、うわー、一応乗れたんでよしとしますか。これでも結構大変でしたね。まあちょっと面白かったんで、もう一回ぐらいですね、シロンあたり見つけてシロンの上にでも乗ってみましょうか。進めてないですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあこれはですね、難しいですね、難しすぎます。まあ何かですね、何かやりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。